こんにちは。本日は岡山駅周辺を散策して街の様子をおおよそでも分かってもらうような動画でお送りします。よろしくお願いします。さあ、大都会岡山とね、よく耳にしますが、自分初めてなんで一体どれほどの都会かちょっと楽しみです。ようこそ晴れの国岡山へ。そう、ダントツではないんですが、晴れの日が多い、温暖な気候、災害が少ないの意味合いからそう名付けられたみたいですよ。ひとまず駅を見るとね、その街の大きさがある程度予想がつきますが、まずは新幹線の改札口、ちょうど九州方面、新大阪方面とダイヤが非常に充実している様子が電光掲示板からも伝わってきます。そして在来線も非常に充実している様子がわかると思います。ちょうどね、ウィキペディアの路線図を確認したらこんな感じ。もう鉄道詳しくない方でも見ての通り、かなりの大ターミナルです。さあ、それではいよいよ改札口を出ていきます。それにしても人が多いです。これラッシュ時じゃなくて平日の昼までこんな感じですよ。すごいですよね。それではまず片奈良市に市街地とは反対側の西口の様子を見ていこうと思います。こちらですね。はい、こちら西口、少し小さめのロータリーが、なんか雰囲気的に盛岡駅のロータリーと少し似てる感じもしますが、そんな岡山駅西口の街並みはこんな感じ。おー、まあすごい都会とはこの映像では言えませんが、まあ反対側はね、こんなもんでしょうね。しかし駅から伸びるペデストリアンデッキからは、お、こちらなんだ、複合施設 NHK も入ってて、奥には高層階のビルもあります。あちらはおそらくね、ホテルかもしれません。で、駅入り口もこんな感じで、複合商業施設とかね、奥には高層階のホテルもある、そんな感じです。まあ西口はそこまで大きな特徴は見受けられない印象ですが、この岡山駅西口をずっと行った先には吉備津神社と呼ばれる超有名な神社があるんですよ。吉備って単語ね、吉備団子とかも有名ですよね。今回は時間の関係で行けなかったので、この画像だけで勘弁してください。ごめんね。さあ、それではメインの東口、やはりこちらに力を入れなくてはいけません。もうこの映像だけでもね、都会の雰囲気が漂ってますが、果たしてどんな街なのか、早速散策していこうと思います。さあ、岡山駅東口到着。果たしてその光景とは。おお、都会ですね。それもそう、岡山は人口約72万人、政令指定都市です。まだこれだけだとね、大都会って言い方はあまり適切じゃない気がします。これからいかに岡山の街がすごい都会なのかを映していこうと思います。バスロータリーから後楽園行きのバスが出てます。もちろんね、後に行きますよ。これ行かなかったらね、さすがに動画としてまずいですもんね。そして岡山といえばもうこれ、桃太郎さん。近くで見ると結構凛々しい顔してますね。そんな桃太郎王国、岡山駅の売店にはたくさんのきびだんごが陳列してましたよ。駅前にはまた独特の噴水、これはね、待ち合わせ場所にはちょうど良さそうですね。まあね、今日は誰とも待ち合わせしてませんが。で、駅前からまっすぐ伸びる通りの様子はこんな感じ。もうこの通り見たらね、大都市だなとわかると思います。で、この右側、今映した通りと並行してる通りの様子がこんな感じ。先ほど別な仕事をテレワークでさせてもらった快活クラブ、とても快適でした。右手には高島屋百貨店があります。大きな通りから一歩細い路地に入ると、駅前はこんな感じで飲食店系列がね、並ぶ通りになってます。こちらの通りからカメラを右に向けますと、こっちがね、ずっと居酒屋さんとかが続いてる歓楽街エリアの方向となってます。この奥がね、柳町という歓楽街で、その奥一帯が柳町を含めて田町エリアというね、歓楽街エリアになってるとのことです。そのエリアの様子をね、簡単に映しておきました。まあ、どこにでもある歓楽街で、そんな特徴的なものは多く見受けられませんでしたが、この辺りはね、岡山の郷土料理を扱うお店が結構立ち並んでて、ちょっとね、一軒寄ってみました。あ、こちらの案内所ではないですよ。こちら、山陽新聞の大きなビルがあるお隣に、クッキング・オブ・アート・イキアというね、居酒屋さんがあります。夜に入った時の映像がこちら。岡山県産のパクチーを使ったモヒート。すっきりとした飲み応えがなんともね、爽快でした。で、この手前がね、お通しです。なかなかね、こんな上質なお通しってあるようでないですよね。
で、そしてね、岡山といったらサワラ、サワラの刺身、食感もね、とても優しくて美味しかったです。このレモンがまたアクセントですね。で、締めはこちら、岡山県産のキニラ、寿司のネタになってるのがね、すごいですね。美味しそうでしょ。で、そしてこちらがね、岡山の津山の B 級グルメ、津山ホルモンうどん。もつ鍋とか好きな方はね、間違いなく好きだと思いますので、ぜひ来たら食べてみると良いと思います。この食感がいいですよね。さあ、先ほどのお隣のお店にはこちら山陽新聞のビルが建ってまして、近くで写すとめちゃくちゃ高いです。で、付近の様子はね、こんな感じ。あっちが岡山駅方向です。地図を出しますと、現在この辺りにいまして、岡山はね、大きな通りが L 字型になってます。駅とは反対方向、こっち側が市役所方面。この辺りに来るとね、岡山が結構大都会というのがよくわかるかと思います。岡山市役所の目の前の交差点、これがね、政令指定都市の威力です。あの建物が岡山市役所、なんか吸い込まれそうです。もはや県庁レベルの大きさですね。はい、で、駅の近くまでやってきました。向こうが岡山駅、カメラを回して、こっちがね、イオンモール。まさか街のど真ん中にね、イオンモールがあるのは結構驚きですよね。で、岡山のすごいところがこちら、イオンモールの地下の入り口から駅前の地下街へとね、通路が続いてるんです。こんな感じで、これはね、すごいですよね。こちら岡山駅前ですが、ちょうどこの下が地下街となってます。しかもね、なかなかの規模で、撮影禁止のためフロア案内だけで映してますが、こんな感じ。テナント数もめちゃくちゃ多いです。地下街でこれくらいの規模ってね、やはり大都会ならではだと思います。さあ、それでは岡山駅からまっすぐ伸びる桃太郎大通り、こちらを進んでいこうと思います。せっかくなのでね、路面電車に乗ろうかと思います。それにしても路面電車の車両が可愛らしいです。ちょっと車窓から街の様子も映していこうと思います。桃太郎大通り、オフィスビルがぎっしりと建ってます。こちらの通りをまっすぐ行った先が繁華街の表町商店街というところがありますので、まずそちらまで向かおうと思います。その後にね、後楽園も行きますので、ぜひ最後までお楽しみにしててください。ってことで、途中下車しました。停留所の名前は城下、岡山城後楽園口と書かれてますね。ちょうど今カメラを向けてる方向が岡山城後楽園方面です。で、こちらは後にね、行こうと思います。で、その前にカメラを回して、こっちがね、路面電車を乗ってきた岡山駅方向で、ちょうどこの映像でアーケード街の入り口が見えますかね。そうそう、ちょっとね、アーケード街を歩いていこうと思います。なかなかおしゃれな雰囲気。人がちょっと少ないかもしれませんが、平日の15時ぐらいだから、まあこんなものなのかもしれません。で、この先、表町アーケードがさらに続いてます。結構ね、この通り長いんですよ。概要を見てたら、江戸時代、城下町の一角として賑わった歴史があるみたいですよ。さっきのね、入り口付近とは違って、こっちは少しレトロな雰囲気があります。こんな感じで、結構ね、おしゃれで入りやすそうなカフェとかもいくつかありましたよ。で、途中に天満屋百貨店。そう、大きい都市のアーケード街をね、歩いてると、かなりの割合で代表的な百貨店がアーケード街に入っているものです。天満屋百貨店、中国地方で展開してますが、確かね、岡山が本社だったかなと思います。この辺りまで来ると少しね、アーケード街もチェーン店のお店が増えてきた、そのような感じがします。きっと休日はもっとね、人が多くて賑わってるのかと思います。でね、今歩いてるこちらがオランダ通り、さっきのアーケード街と並行して歩いてる感じです。なんでオランダ通りってね、ちょっと調べてみたら、昔オランダ人医師シーボルトの娘が、この地の診療所で研修をしたことにちなんで名付けられたみたいです。で、今映像を見てもらった通り、この辺りは個人でやられてるようなおしゃれなお店がね、結構多いんです。あとは古民家をリノベーションしたお店とかもあって、なかなかね、歩いてて楽しい気分になります。例えばね、こちらカメラを回して、こういう感じのお店とかあります。こちらレストランで、ちょっとね、お腹が空いたので入ってみましょう。中の雰囲気はこんな感じ。いやー、おしゃれですね。なかなかいい感じです。
で注文したのがこちら、ペペロンチーノ。これはね、女子会とかカップルで来るのにはね、すごいいいんじゃないんですかね。パスタはね、あのスパークリングワインがやっぱ合いますね。自分みたいに男一人でも十分に楽しめます。ほんとオランダ通り、おしゃれなお店がちょこちょこあって、先ほどの商店街とね、ぜひセットで行ってみることをおすすめします。先ほど降りた路面電車の駅を少し市街地方向から抜けていくと、こんな橋がかかってます。朝日川、眺めが素晴らしい。この橋をね、渡った先には後楽園。岡山といったらね、やはりここですよね。ここがね、バス乗り場となってます。その後ろにお土産屋さん、お茶屋さんがありますのでね、ちょっと入ってみましょう。この日暑かったので何か冷たいものはないかと探してたら、白桃かき氷、しかし完売でした。きっと人気商品なんでしょうね。ということでね、白桃ジュースにしました。こちら白桃ジュース、甘ったるい感じがなくてさっぱりしてて本当に美味しかったです。やっぱ岡山に来たらこういう桃系のジュース、デザート系はね、もう必須でございます。グルメだけではなく観光もしっかりしたいので、こちら後楽園入場口でいよいよ入っていきます。池田綱政が築いた庭園とのこと、これはね、勉強になります。で、説明書きが書いてます。昔後楽園を中心に町が栄え始めたみたいな意味合いなのかと思います。わかる方いたらね、ぜひコメント欄で教えてください。さあ、入り口を入ると早速こんな感じの景色、家屋と池がある光景。いや、癒されますね。これはね、ほんの序の口です。これからがね、すごいんですよ後楽園。どうでしょう、この広々とした景色で、芝生の上にあるこの白い物体は電球で、期間限定でライトアップが開催されてるみたいです。こんな感じですね。奥にはうっすらと岡山城、さっきの都会の岡山とは別に歴史文化を感じさせられます。いやー、いいですねこれは。なんか観光もそうだけど、近くに住んだら普通に散歩したくなっちゃうような庭園です。ちなみに日本三大庭園は水戸の偕楽園、金沢の兼六園、そしてここ岡山の後楽園です。あとはこんな感じで、後楽園という大きな庭園の中にまた小さな庭園がある、そんな場所がね、いくつかあります。で、こちらが蓮池軒といって、戦災を免れた数少ない建物とのこと。だから当時の歴史そのものを感じることができる素晴らしい建物ってことですね。今回岡山城はしばらく休館中のため、残念ながら城の中には入れませんでした。まあこういう風にね、城を眺めるだけでも来た価値は十分にあります。旭川と岡山城のセット、なかなか川沿いにお城ってね、あるようでない気がします。川をよく見てみると、船に乗ってる観光客の方々がいました。また自分とは違う景色を見てるのでしょう。皆さんもね、時間に余裕があったらぜひ船も乗ってみてください。それでは先ほどの路面電車の駅近くまで戻ってきまして、今度は路面電車ではなく岡山駅までバスで向かいます。歴史エリアから大都会岡山の景色に戻ってきました。この桃太郎大通りからは路面電車、バスどっちもあるからね、交通の便は非常に優れているかと思います。ちなみに路線バスでね、ちょっと驚いたことがありまして、別に至って普通の座席なんですが、席によってね、なんとコンセントがあるんですよ。これって結構すごいですよね。まるで高速バスみたい。こういうバスって最近主流なんですかね。岡山は本当都会と耳にしますが、実際行ってみるとかなりの都会です。映像だけでは伝わらない部分も多いと思いますので、皆さんも観光で遊びに行ってみると良いと思いますよ。以上、簡単ですが岡山駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。